使っちゃおうかな。蓋開けてくれる？64g。 さあ、様子を見ます。まあ、体重はここで1がある。こうやってなんか突然ペレット。ペレット。ペレット落ちる。なんでだろう。なんでだろう。知らないけど。ゼロからです。前が帰ってくるの17。あれ17はないですか。17、18の辺。17に来て、あの後なしにしたんだよね。そうですね。でも食べないんですね。朝まで、次の日まで。で、まあ、やったと。これこっちに書き写すの忘れました。あ、これはこっちだ。はい、書きます。それからやってる時間帯は、ちょっと、3回に1回減らしてみて、体重がすっごい減ったらやめようと思ってたんですけど。あ、3回にすれば、たまになんかちょっと食べるみたいな、かじったりとか、グラムでは測れないんですけど、うん、そう、3回で体重が維持されてれば3回にしてさ、そうそう、これ何時間で終わるの、8時間かそんなもんで終わるんじゃない。そうですね、だよね、8時間ぐらいで終わるから、はい、その前も言ったように、ここが8時間で終わってくれると食べる確率が上がるというか、うん、でも減ってくんだったらまた4回入れた方がいいけど、でもまあこの間が558、今日564、ここ最近は4回になってるわけ。いや、ずっと3回。あ、3回。あ、本当は3回でやっててくださいよ。はい、うん、また、はい、でも減り始めたら増やします。うん、そう、体重と相談か、うんちの数とも相談。はい、なんか18ぐらいね。うんちはさ、これ200は出てんですかね。出てますね。出てますよ。これ S って書いてあるけど、たまに緩い時が、普通のも出るけど、はい、たまに緩いのもある。そうですね、元気は丸だから、まあ、まあまあ動きはいいと。普通にちょっと部屋に話したりするとすごい飛び回ってます。飛び回ってますよ。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、じゃあちょっと待つよ。なかなか全然自分で食べないのに元気で飛び回れることがすごいことなんだけどね。はい、じゃあ全部こっちの方にして、見えますよね、これ。白いの。あ、ほんと。ちょっと顔見せて。耳がついてます。ちょっとだけだけど。今日は朝はまだやってない。今日はまだやってないです。はい、わかりました。その方がいいですね。出てるか出てないか分かる。来る日は朝になしの方が、本当の状態が分かりますよね。うん、で、まあ、こんな出てたら、ちょっとたっぷり垂らしといて。流す感じで。そうそう。押さえないのかな。トントン。あやるね。払うんだ。すっごい怒るし。怒ります。まあでもこれですよね、刺してるのは。今色のやつやってます。そう、ヒアルロン酸と放酸の入ったやつでコントロールできたらその方がいいですね。ああ、ないないない。はいはい、ごめんね。歯見して。歯がね、歯茎の色もね、普通の子に比べるとちょっと薄いんだよね。歯の色もさ、もっと黄色いんだよね、チンチラさんは。で、長さも一応こう合ってるんだけどね、でも右左は違うでしょ。そうですね。だから奥歯。で、奥歯のさ、上の奥歯が、要は不正交互奥歯あるじゃないですか。で、不正交互だけだと思うんだけど、不正交互の奥歯の根っこ、
歯根っていうんですけどね、そこが炎症を起こしてくるとちょうどこの涙管に近いんですよ。そこを涙管を圧迫したりすると宮煮が出やすい。ひどくなると白い膿がいっぱい出てきて、それから下の顎は今のところ右と左と触っても左右差はないから、まあいいんですけど、ここもそこまではひどくないんですよ。触っただけじゃそんな不正効果があるかないかわかんないぐらい、だから触ってわかるぐらいの不正効果じゃないんだけど、写真撮るとちょっとありましたもんね。はい、ごめんね、お腹触らせて。はいはいはい、はい、はい、気づいたんですけど、はい、前は一月に1回か2回は痙攣を起こしたんですけど、一切なくなったんですよね。痙攣起こしてましたこの子。転換みたいなのーって何秒ぐらい前童話で何秒くらいだっけ、結構1分以下、そういう人私に話したことありましたっけ、はい、結構前です、ね、結構前、ここにかかってからもある、ここにかかってから最初の頃ありました、あったんですけど月に2回、でもここ例えば1ヶ月の間は全然ない、ここ数ヶ月ない、餌のうちないよね、それタルから食べてくる指導者が行きまして、あのさ、やばいだよね、患者の経験って多いんですよ案外、はい、で最近私思ったんだけど、はい、こういう子たちってさ、大概さ、炭水化物の多いおやつを食べてるんだよ。おやつ減ったからかな。うん、最近あのおやつが。あれがね、なんか、まあさ、それも関係なしで起きる子の突発性があるんだけど、うん、あの、ついこの間も痙攣起きる子がいてさ、食事があんまり栄養バランスが良くなかったから、うん、食事の指導をしただけで止まった子いるんですよ。味方して。で、あのおやつってあの、例のさ、ドライのフルーツとかドライの野菜ね。みんなやるんですよ、知らないと。で、やるって食べるじゃないですか、大抵の子、すっごい。で、食べるからってやりすぎちゃうケースが多いみたい。まあ、それが原因じゃなくても、痙攣起きる子はもちろん、転換起きる子はいるんだけどね。なんかそんな気がする、チンチラ、最近。半年ぐらいない。ね、本当。で、じゃあそれかもしれませんね。もし起きたら、撮れたら動画撮ってみしてくださいね。前だけどね、また起きたわけ、うん、ちょっとだけ撮ったから、なるほど、それはいいことですよね、うん、だから炭水化物の取り過ぎで起きるのかな、もしかしたら、いや、うん、そういうのってあるかもしれないですよね、1例じゃないですよ、私それ経験してるの、はい、ここ1年の間に3例ぐらいあるの、そういう経験を聞いて、信じなさいかもしれない、最近おやつやってないもんね、たまんなの葉っぱとかあるのに、でまあ、そういう報告まではまだ上がってないんだけど、なんとなく多いんだよね、チンチラさんって。先って、先とかも持ってそんなに経験を受ける子ってないんだけど、チンチラって割となんか、そういうことで来られるケースが多いんで。前はよく食べたんでしょ、ドライフルーツ、ドライ野菜。よく食べてましたね。ね、今はあげてないですけど。そうそう、その頃がもしかしたら多かったかもしれないね。コロナの前じゃん、そんなことないか、全然覚えてない。コロナの前、早くバイト、もうちょっと続けてね、はい、準備できるまで3分でしょ、
ちらはね、有益しますね。目を完全に隠した。まただから、あの明日の朝までやらんでください。はい、で、なんとかテレタルさせて。今日って朝やってるんでしたっけ？まだやってないです。あ、やってない。あ、そうね、来る日は朝なしでいいですよ。なしで、うん、そうすると本当に24時間やらないことになるでしょ。はい、はい、すみません、もう一回顔見してください。どうぞ。でもこれは食べれると、とってもこれは食べれるね。なんでこれ食べるのにご飯食べないな。あれ、もう嫌なんですか。嫌なんですか。昨日の夕方餌やったの最後なんですけど、はい、24時間だと今日の夕方になるんですけど、明日まで開けていいんですか。あ、そういうこと。うん、明日まで開けてください。24時間で以上です、ね、そうそう。で、明日の朝まで、でも明日の朝からはもうやってください。はい、多分そこまで食べないか、多少食べてもそこまでは多分食べないから。はい、VG にして足を踏みます。汚い足裏が。そう、朝取ったのに。朝取ったまだついてる。こんなんかでうんこしてる。こんなんかでうんこしちゃったの。ちょっと取ります。キンコがまだ柔らかいんじゃない。朝取ったのね。朝汚いって言って、ちょっと汚いから汚い。左右バランスよく1、2、3。すごいついてる。まあ、これはあのお水ね、はい、銀塩水ですね。足がプロプロしてる。で、これは保湿剤とあのこのティーツリオティーツリオを混ぜたやつね。はい、そう。で、もし見つけたら取ってくださいね。あのうんちつきっぱなしだと測定皮膚炎になっちゃうから。はい、取ります。で、前足はまあ大丈夫だと思うけど、まあ、一応ちょっとだけつけといて、はい、で、やっとの体操にしてください。はい、ちょっとお手伝いください。目隠しそっか、それとあの寄生虫予防の薬、セラメクチン、この間が3日ですけど、ちょっと早いけど、少しもらって、アツラスの薬とラキサトーンと注射器が2本、肝臓の注射器が2本。目薬、目薬ワンクイーンね、あの、はい、青い大きなやつですね。はい、つけましょう。だけどこの子ずっと食べるのかな、これ自分で。困った子だ。あの高齢の子でもずっと流動食って子はいるんだけどさ、まだそこまで高齢じゃないでしょ、この子だって3歳でしょ。高齢ってのは5年過ぎてからの話だからさ。食べん子で大抵心臓でかいんだよね、この子に限らず。他の気に連れて食べん子でよくよく調べると心臓大きいんですよね。あ、吸入酸素やります。はい、真ん中で。はい、じゃあちょっと吸入酸素10分ね、やります。で、薬とラキサと注射器2本と目薬ね。はい、ケースじゃあ借りていいですか。